今日福岡市役所を訪れた福岡トヨペットの村井隆介社長が高島市長に桜やシャクナゲなど合わせて318本の苗木の目録を手渡しました。福岡トヨペットは環境保全や緑化活動の取り組みとして毎年県内の自治体に苗木を寄贈しています。これまでに寄贈された苗木は1万4478本に上り、県内35カ所の公園に植樹されています。